チャオあっちゃんです。今日、11月24日、ちょっとねお出かけしてきて、だんだん神社行ってきて、ラムー寄ってきて、お買い物してきてね。で今回ねあんまりもうね買うもんなかったんけど、お惣菜コーナーに面白いもん見てて、こんな大きなふわふわエビせん、お惣菜コーナーやから多分ねラムーの中で揚げたんちゃうかな。袋の中油まみれになってるんだけど、100円です、税込み。安いでしょ、なんかめちゃくちゃ大きいしと思って買った、で、どんなもんか食べてみたいと思います。もう車の中で食べたで食べたでね、油の匂いがしとったんよ。その後灯油買ったからね、車の中灯油の匂いになって臭くって、植えてないのが帰ってきてるけどさ、それにあかんねん。光は好きらしいけどね、あっちゃんダメなんよ、油の匂いは。お母さんの匂い好きやけど、ではこんなふわふわエビせんです。では食べてみたいと思います。あ、おいしい。食べる？なんか素朴な味で、こっちの硬いやつ。あ、それこれ多分な、お店の中で焼くとか硬いやつとか、これバラつけて、焦げたやつも入ってたやつあったもん。なんかね、なんぼか売ってんやけど、焦げたやつが入ってるやつとか不揃いやね。お店っていうか、こういうメーカーが作ったんじゃなく、えびせんのこの、なんていうの、かきもちみたいなやつ、これをお店であげたんやと思うね。なんかいいよねこれ、なんかお母ちゃんとかおばあちゃんが作ったおやつみたいで。ちょうど偶然やねんけど、昨日かなんかの動画であっちゃん言ったと言っちゃうわなんか動画撮ってる時に言ってんねん、ばあちゃんがあっちゃんのためにって洋和のかきもちあげてくれたみたいな話してんけど、見てやこんなんね、ばあちゃんが言ってんけど、砂糖が入ってるやつは膨らむらしいねんけど、そうじゃない、もう高温であげたら膨らむねんて。低温でじっくりあげたらしっかりしたやつができんねん。しっかりしたやつが美味しかった。好きで、ばあちゃんに頼んで作りを作ってもうたけどね。お母ちゃんはよう失敗するの。大きくなるね。ねばあちゃんに聞いたら、温度高いねんつって。めっちゃ美味しい。これ100円はお得やわ。しけるかもわからんけどね、あんまり多すぎて、今日中に食ってしまうか。食べられへんわ、こんなにも。もう二所監督ね、今日中に食べられてしまいしたよ、子供ちゃん。うん、これじゃ晩ご飯食べられんくないね。もう晩ご飯これでええわ。あかんがん。晩御飯動画くれたら何これって思われるわ。何これ、これ晩御飯に出してた自動略だよ。もう一枚だけど、これで終わりでございます。かなりガサバ、まだ結構食べたけど、まだこんな残ってます。違う、それは。一枚。お湯を飲むことある。ちゃうわよ。置いてきます。じゃあ、ラスト一枚食べます。タイム、ラムーでなんかめっちゃ入ってるエビせん100円でした。原材料タピオカ、砂糖、エビ、食塩、ニンニク、調味料アミノ酸、重曹、
なんだこれ、酸化防止剤、クエン酸。原料の一部にエビを含んでますって書いてあるんだけどね。ラム、すごいね。タピオカって。なんでタピオカ？タピオカなんか、タピオカ粉なんかなこれ。うん、よくわからない。でも美味しかったよ。うん、はい、ということで今日はラムーのエビせんでした。ではまたね、もしラムー行って見つけたらお惣菜コーナーにあるのでぜひ試してみてください。またね、バイバイ。